とりあえず今、ありがとう。NHK をぶっ壊す。ありがとう。もう、でも、その辺の要望っていうのは、ちょっとお伺いした上で、あればやろうと思ってます。そうそう、ね、災害対策、めっちゃ南出さんも他の市長も言ってるんですけど、ここ僕、常に災害が起こったら、とりあえずみんな泉大津から出て行ってくれ派なんですよ。これなんかそこにいらせようとするでしょ。いや絶対ちゃうでと。復旧するまでは一般の人はここにいるとはっきりと邪魔になるんで、災害が起こったらもうバスに乗ってもらってどっか協力してくれる地方に行ってもらう。で災害がね早く復旧したら戻ってきてもらうっていう、こういう発想を持ってる人ってなんでそんな少ないっていうか、なんか災害が起こったら食べ物だとかトイレだとか言うんだけど、いやいや一回出て行ってもらおうよと。いやここはどうですか。僕この辺はずっとそう思ってるんだけど。いや僕自身がだってね、東京で地震が起こった時に、あの時大阪住んでたけども、それでも家族連れて沖縄に避難したんでね、危ないと思ったね、放射能がね。そういう考えを僕は持ってます。はい、もう全然専業となってないけどもうええよね。通ったら、はい、市役所の中どう改革するか質問なら、まずねやっぱりここはやっぱり人事なんですよね。その舞台、そういう組織って誰をどこに持っていくかっていうか、やる気のある人間をどうやるかっていうのが一番大事なんで、とりあえずその人事っていうのを徹底的に、いわゆる年功序列じゃなくてしっかりと見極めて人事はしたいなと思いますね。いわゆるやる気があるのかないのかっていうのはすごく、そのやる気がないっていう人でも残業とかはしたくない、でもやることはちゃんとできますって人もいれば、残業してでも休日出勤してもめっちゃやりたい人もいるわけですよね。そういう適材適所に人を当てないと強い組織にはならないので、僕はその辺は結構厳しくやる方ですので、だからもうダメなやつはダメでもう仕事せんでいいと、もう仕事しなくていいエリアに持っていく、まあそういう職場に持っていったりとか、まあサンドイッチですよね、人事的には。できるやつとできないやつをうまく使って、できる人ができないやつをこううまく使うような人事はしますね。はい、あれ時間はね、はい、で5時15分。まあそれは法律で結構きっちり固められてますからね。だから5時15分、多分8時40分。やったらまあ長崎県の線、長崎とかあるじゃないですか。はい。さっきのね、ラパートの下には、はい。萩野市役所あるでしょ。ああ、それは知らないですけど、まああるんですね、ラパート。はい。電気事業は絶対土日、マイナンバーとかやったらいいけど。はい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 。土日に、はい。土日に営業してないとかそういうことですよね。はい。まあそれは、まあ、逆にお金かかっちゃうからやってない可能性もあるでしょうし、まあ、何よりもだって期日前投票が泉大津市長や市役所でしかやってない方がめっちゃびっくりしてますけどね。いや普通泉大津の駅前でやるやろ、こう助松のどっかってやるでしょ。期日前投票が市役所でしかやってないっていうのもちょっと驚きなんですよね。だからその辺はまさに南出市長らしいですかね。どうぞ。はい、ゴミ袋を、はい、盛岡にすると、はい、私らの東京の方なんですけども、はい、盛岡にすると、はい、ゴミが増えるという。いやだからゴミ増やそうとしてるんですよ。うん、で、はい、もう一つは、はい、ゴミが増えるからパッカー車を増やさないかんとか言って余計経費がかかる。そうそうそう、だからゴミを増やして分類もせずに、分類する人をちゃんと採用すればいいんですよ。そうですよね。はい、要は住民サービスなんで、そのゴミでストレスかけませんっていうことが大事なんで、はい、分別とかそういうのもやってくれると思う。いやもうだってそれが豊かじゃないですか。いわゆる
お金がある人は豊かに行きましょう、お金がない人は穏やかに行きましょうっていうのが僕の考えなんで、それはやっぱり市民の皆様にはね、自由にゴミぐらい捨てさせろよっていう、うん、僕はその考えですけどね、はい、どうぞ、はい、あ、いいですよ、あなた、はい、はいはい、あ、すごいね、はい、インタビュー動画をやりだしたらみんな受けなかったから、逆に今聞いてくれたらやるけど、いやだからこれだけ人がいるんで、今一人の人に5分独自でやったら、じゃあ彼をやったら他の人やれませんってならないでしょ。だからもし質問があるんだったら今聞いてもらえばいいです。今じゃなくてちょっと用意してからでもいいですけど、はいはいはい、この場でやったらこれでも聞いてください。お、何かありますか？ご質問。どうぞ、はい。今、ゴミ分別について、はい。ゴミ分別、はい。まあ、武田邦子先生は、はい、リサイクルをするほど余分な燃料を使って、はい、そうだね、はい。逆にリサイクルするほど環境破壊になると、だから、はい、燃やしちゃった方がいいんだっていう。そうですね、お、そう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 。もう、おそらく僕もそこまで詳しくは知らないんだけど、武田先生のその考えは分かっていて、ペットボトルなんかも、高温で燃やせば大丈夫、むしろ、ペットボトルなんかよく燃えるから燃やした方がいいっていうのが正しいと思ってるんで、その辺はもっと専門家の人にも意見を聞いて、とにかくね、分別は正直言ってほしい、もう本当勘弁して、それをちゃんと広めていきたいというか、広めるというか、そういうことをしていきたいと思います。リサイクル推進派というわけではないという、リサイクル推進派かどうかでいうと、本当にリサイクルするんだったら分けた方がいいけど、そうじゃなければ分ける必要性ないよねって思ってるんで、それはリサイクル推進派ではないって言ったら、いや、リサイクルはできるならした方がいいよね。できるというのは、その科学的に、そう、金額的にそのコストが見合うという意味があるっていうことですか？もちろんね、そのリサイクルをして赤字が出る、その赤字の額がどれぐらいなのかによるよね。プラマイゼロだったら絶対リサイクルした方がいいし、でそれぞれのいろんなそのリサイクルするものによるんで、それはその時に一個一個判断することになると思います。はい、はい、どうぞ。はい、この北助松駅、はい、急行を止めるみたいな話されてたんですけど、北助松駅に急行を止める、はい、そうやってこう急行を止めるぐらいの駅になって、まあ規模が大きくなるというか、その乗降客数が多くなったりしたときに、はい、ロータリーを作るとかホーム増やすとか、そういう予定。ああ、北助松駅自体がもうそもそもバスも接続してないので、別に急行が止まってこの改札だけで十分だと思いますよ。あ、そうです。はい、伏線にする必要性もないので、まあ現に春木駅っていうのがこういう感じで伏線じゃなくて急行止まる駅があるんで、そういう必要性はないですよ。まあまずは南海電車が止めたくなるようなこの辺を開発することが先なんで、それは先に町の開発計画が出て、で降りる人が多くなれば自然と急行が止まると思ってます。すごいな、みんな寒ない？あ、どうぞ、はい。YouTuber を商店街に呼んで盛り上げようというお話されてたと思うんですが、はい、どの程度具体的にお考えなんですか？とりあえずタダだったらみんな来てくれると思ってるんで、まずタダにするっていうことで、もちろん少なくともホリエモンとヒカル君には、まあ、ヒカル君は来てくれると思うんだけど、ホリエさんは 100% 来てくれると思います。で、ちょっと落ち目の DJ 社長とかにも聞いてみようかな。いや、年齢前にちょっとああいう逆に落ち目の人の方が、だからもちろんあれです、令和の虎のチームがいるでしょ、だから令和の虎の人たち、虎たちにも出てもらいたいと思うし、うん、さすがにね、やっぱり出店経費を出せばリスクがほぼないので、あともちろん一人一つの店舗にすると
その人のレベルが低いとすぐ潰れちゃう恐れがあるんで、その能力に応じて一つの店舗で5人で回してくれとかね、そういうこう判断をしっかりしていって、でやっぱりもう1よりも2よりも35人来てくれて10人来てくれれば相当強くなると思うので、まあその辺はあの何だろう、一括して、一括っていうかたくさんの人が来てくれることをまず、で皆さん俺大金持ちいっぱい知ってるんで、 YouTuber って意外にお金持ってない人いっぱいいるんで、大金持ちの人にやっぱりしっかりと出資してもらうっていうのが大事なので、まあそういうところ辺でやっぱり相当来てくれるんじゃないか。ちょっとね、正直あの泉大津中央商店街が駅からちょっと遠いっちゃ遠いんで、本当はねここの方がええんちゃうのとは思ったりはしてるね、このビル、この空間、うん、この助松のもう目の前だからね、それはちょっと即やるんだったら今あるところなんだけど、その辺はちょっといろいろ悩んではいますけど、はい。有名 YouTuber の定義あのだから どれぐらいのそのものを売る力があるかっていうのを確認していくしかないんで、当然堀江さんだったらパン屋さんとかいっぱいやってる人だから、まあラファエル君とかもね、今あのラファエル君は今ラーメンやってるのかな、だから定義と言われるとこの人だったらまあただで店貸しても3年ぐらいはやってくれるよねっていうのはその都度の判断で、登録者数が多いからっちゅうわけでもいかんだろうし、最新の回ってる再生数とかその辺を総合的に判断して、あなただったら1店舗行けるけど、あなただったらこの1店舗の10分の1ですよみたいな、そういうのをやっぱ判断していくしかない。まあもちろん過去の物販の実績なんかもあればすごく参考にはなると思うんで、はい。いやもう当選したらまず とりあえず令和の虎の虎たちにまず相談に行こうと思っています。そうっすよね、まず計画出して俺が多分相談者になるんじゃないのかな。令和の虎の虎に出て、すいません泉大津市をやってます立花ですって言って、で集める形にあったらそこから面白いんじゃないのかなと思ってますけど、もちろん公募してっていうのもあるし、場合によってはだからお金を出してでもやりたいって人はお金も出してくれば全然いいので、その辺は本当臨機応変ですよね。だから場合によってはね、人によってはね、だから申し訳ない、あなたの場合は売れない可能性も十分あるから店舗出すけど全体の半分出してねとか、それもあの学校と一緒よね、あとめちゃくちゃ勉強できるからただでいいからうちの学校来てみたいなと一緒ですよね、はい、そんな感じで考えてますけど、はい、まあ、ちなみに、はい、バッグと財布で職人やってて、バッグと財布ですか、はい、はい、年間の売り上げは4億ちょっとぐらい、あすごいね、はい、再生数は20万ぐらい回るみたいな状況、1本平均で1本平均は3万とか、その8万っていうのは24時間、ああ48時間でね、はあ、それ今どこで売ってるんですか、物はオンラインだけで売ってるんで、ああ、まあ申し訳ないけど僕が今知らないっていうのと、普通に広告ってやってれば普通にお商売されてるのがメインだと思うんですよね。そうするとちょっと半分ぐらいは出してほしいなぐらいの感じですけどね。ちょっと YouTuber っていうのでパッと出てくるのかっていうイメージがあるじゃないですか。だからこう YouTuber って世間が持ってるイメージがあって、そこにめっちゃ入ってくるのかっていうのをちょっと僕が一人でやるとまたいろいろとクレームが出ると思うんで、ちょっとその辺はあの市役所の職員に何らかのプロジェクトを作って基準みたいなのを出してっていうのは当時やっていかなきゃいけないとは思ってますね。もうでもそれだけでもネットで売ってたら店出す必要性あります？ああもちろんあった方がいいと思うんですけど、どっちかっていうとお商売をされてて YouTuber みたいな感じじゃないですかね。そうですよね。だから僕のイメージは YouTuber をしていて商売していないって感じなんですよ。
行ってくるのですか。そうです、そうそうそう、グッズ、だからその泉大津の毛布を売るのに、はい、毛布だけ普通に売ったらそんな高くないけど、そこに光くんの何かつければ、お、光くんの毛布ってなるだけで値段が3倍ぐらいになるじゃないですか。イメージはそっちなんですけどね。味噌菌っていうのをちょっと今パッとわからないですけど、あの基本的にはやっぱり YouTuber が使ってるものとかっていうのがすごく売れるので、そういうイメージはそっちですよね。はい、ごめんなさい、ちょっとまだ細かい、そういう僕らがイメージしたら、あのもう明らかな YouTuber 有名人を連れてきて、そこでその商店街が流行るっていう前提になると、私も入りたいってなるじゃないですか。そういうイメージなんですよね。だからこの人連れてきました、え、誰ってなる人入れると、 YouTuber 商店街じゃちゃうやんけって言われるのは避けたいんですよね。はい、すいません、あれとちょっとあまりいい返事じゃなかったと。どうぞ。はい、あの、3名流していません。はい、どうぞ。はい、峰さんはね、うん、はい、緩和口ではなくて、はい、立花さんと同じように国が、まあ、隠してる情報とかがあるので、それを表に出して、でそれを、はい、まあ、皆さんで判断してくださいよっていうスタンプ。国が隠してる情報、はい、についての情報をちゃんと開示してないので、うん、まあ、それを国が隠しているワクチンの情報っていうのは具体的にどんなものなんですか。死亡者の数って隠してるんですか。あの公表きっちりしてないですね。でもそれって因果関係がわからないからじゃないんですか。因果関係がわからないということもあるでしょうけど、はい、こうきっちりデータを出してない。でもワクチンを打ったことによって死んだっていう定義はどういう定義なんですか。例えば交通事故だとね、交通事故が起こってから24時間だったかな、確か24時間か48時間ちょっと忘れましたけど、その間にお亡くなりになった人は交通事故死ってなるんですよね。で、その後48時間かなんか超えて亡くなってもそれは交通事故死にならないっていう定義がちゃんとあるんで、そのワクチンの接種により死亡したって人の定義が多分かなり曖昧だと思うんですよ。ちょっと待って、うん、はい、反対しているというよりはそういうデータを、まあ、表に出しているという立場。データを表に出しているというか、僕一応まあ国家にいるじゃないです か、 だから国がデータを出さないとかっていうのはちょっと考えづらいんですけどね。いわゆる情報開示請求とかしたら出てくるもんですから、それを隠してるっていうのがちょっと今僕には信じられないんですよね。